今井周法は日本のゲームクリエイター。東京都出身。血液型は B 型。アトラスにグラフィッカーとして勤務した後、シャウトデザインワークスを立ち上げ、デザイナーとしてアクトレーザーやベアナックルツーシートへの鎮魂化の開発に携わる。東京魔人学園電気シリーズと九竜洋魔学園機の総監督を務め、ゲームシステムの企画だけでなく世界観。 人物設定、シナリオアートディレクション、音楽プロデュースほか、すべての制作に携わる。小説の執筆やドラマ CD のシナリオも自ら執筆するなど、作家性の高い作品作りに定評がある。独自の感情入力システムと、友情や恋などの青春を描いたジュブナイルと電気物を融合させた、ジュブナイル電気作品をゲーム業界に最初に生み出した。 ジュブナイル電気作品第一作目である東京魔人学園剣風町以降、ゲーム業界でもジュブナイル作品や電気作品が多く見られるようになる。儀曲的なセリフ回しは今井説とも言われるが、ジュブナイルや電気、オカルトだけでなく、ファンタジーや SF についての造形も深く、特にタニスリーや栗本香トなどの作品を好んでいるとインタビューなどで語っている。 ラジオやイベント等で肉声については公開されているが、外見などについては一切公開されていなく、謎のままである。イベントでは、本人画像として、それらしいシルエットやピラミッド上で、宇宙人に連れられている絵などが使用されている。声優などからは、外見も含め昔から変わらないという話がたくさん出ているが、服装については昔に比べよくなっている。 という話である好きな食べ物は、ラーメン、カレーライスで、作品中の主人公の相棒にあたるキャラの好物と、リンクしている。ジョジョの奇妙な冒険、ストルワースをこよなく愛す。手がけた作品は、東京ゲームショー2013の、ベストオブ TGS アワード2013、RPG 部門に、ノミネート、東京ゲームショー2017の、メディアアワードに、 ノミネートされるなど作品性が評価されており、数々の作品でファミ通伝殿堂入りも果たしている。また、シダック2018のシダックアワーズサウンド部門にて監督、企画、脚本を務めたガルメタルが優秀賞を受賞。受賞理由は直感的な演奏感と高い自由度を兼ね備えた斬新な音楽ゲームの実現と、 ジュブナイル電気作品以外でもその腕を高く評価されている。電気ジュブナイル、学園ジュブナイル、学ぶ園、ジュブナイル電気などとも表記されるジュブナイルと電気が融合した作風。今井周報が自分の作品のジャンルを説明するために造語として生み出した。そのため、ジュブナイル電気というジャンルの最初のゲーム作品は1998年発売の 東京魔人学園剣風町だとされている。ジュブナイルとは、思春期の少年少女たちが主人公の青春文学のジャンルで、眉村拓の謎の転校生や、狙われた学園、筒井康隆の時をかける少女などがある。電気小説とは、中国や日本の古い伝承や逸話に基づいた気になる話で、古くは山田風太郎の魔界転賞や、 ヤギうしのぶほうなど、作家には、菊池秀幸、夢枕幕、荒又博などがいる。小説やコミックでは、こういった作風の様々な作品が創作されていたが、ゲームでは、どちらの作風の作品もほとんど存在しなかった。そういった時代にその二つを融合させた、ジュブナイル電気作品、東京魔人学園剣風町を創作、一大ブームとなる。以降、 電気ジュブナイル、学園ジュブナイルと名打つ多くの作品に影響を与えている。1998年発売の東京魔人学園、剣風町を開発するにあたり、シナリオの意外手法が自分のシナリオに合うように考え出したシステム。従来のアドベンチャーゲームにあるような問いかけに対して、複数のセリフからなる選択肢の一つを選択して答えるというシステムではなく、 問いかけに対して、その時の自分の感情を選択して答えるという手法を用いている。セリフではなく、友、ど、非、などの感情を選択するため、主人公となるプレイヤーが言わないようなセリフの表現がなく、プレイヤー、イコール主人公のシンクロ感、没入感が非常に高い。ただし、男でも女でも関係なく、愛という感情が選択できてしまうため、 それをネタにされてしまうこともある。2004年発売の九流妖魔学園機を開発するにあたり、作風である主人公イコールプレイヤーをより表現するために考え出したシステム。従来のシミュレーションゲームのような俯瞰アングルではなく、主人公の視点で戦闘が展開される。見た目は f p s に似ているが、アクションゲームではなくあくまでシミュレーションゲームなので、 移動や行動に AP と呼ばれる行動ポイントを消費したり、自分のターンと敵のターンを交互に行うなど、非常に戦略性の高いゲーム性となっている。このシステムを FPSLG と名付けて周囲にもそう呼ばせようと、舌が定着しなかったとインタビューで語っている。ありがとうございます。